天井に設置されているセンサーで私の心臓の動きそして呼吸の動きを捉えていましてこうやって寝返りを打つだけで波形が大きく揺れます積水ハウスが開発した HED ネットは住人の心拍数や呼吸数などをセンサーが非接触で検知・解析するシステムです。 異常が確認された場合、緊急センターに通知され、オペレーターが確認した上で、必要なら消防に救急要請し、救急隊が駆けつけた際には遠隔操作で玄関の鍵を開けます。積水ハウスはコロナ禍で家での健康管理がより求められているとしてサービス化を目指しています。